はい、どうも、カッパン長です。じゃあ、最後はね、ひろゆきさんとこの成田さんですかね。うん。なんかほら、この成田さん、ね、あれ、ニュース、まあ、もしかしたらご覧になってご存知だと思いますけど、このニューヨークタイムズとかでね、この高齢者は集団自決した方がいい、まあ真意は別のところにあった、でもまあとりあえずその発言を、まあ海外メディアも、ね、この注目取り上げられて、まあ国際的に炎上しているっていう、そういう格好なんですけども、で、その件を、まあ、ひろゆきさん確か番組で共演したこともあったのかな、まあ、従軍慰安婦は朝日新聞のデマですっていう、なんかそういう、まあ、なんかフォローする意図でなんかそう言ったのかな、うん、っていうお話ですかね。これどうでしょう、そもそも事の発端とかってご存知ですかね。うん、経済学者でアメリカイェール大学のアシスタントプロフェッサ成田先生ですよね。うん、確かホリエモンさんとかともなんか対談してたりする、ね、そういう方ですよね。うん、まあいいや、ちょっとね、見ていきましょう。じゃあひろゆきさんの部分かな。まあひろゆきさんがツイッターですかね、まあ、成田先生の高齢者は集団自決した方がいい、ニューヨークタイムズが発言報じて世界的大炎上、この上ないほど過激と題して配信された、まあ、その記事を引用して、まあ、ここからひろゆきさん の, ツイートですかね。ニューヨークタイムズ東京支局の日本人が書いた記事で、成田先生が海外で炎上みたいな流れを見ると、朝日新聞が従軍慰安婦のデマ記事書いて海外で広まったのもこういうマッチポンプの流れだったんだろうなと、比喩で言った話が本気で言ったかのように伝言ゲームが始まっている状況と持論を、まあ、展開していたと。でその後、ちなみにニューヨークタイムズ東京支局の住所は朝日新聞東京本社ビル内だそうです。ああ、これは有名ですよね不思議な一致ですねと補足していたと。まあこの部分が、まあ、ひろゆきさんの、なんだろう、ツイートですかね。うん、まあひろゆきさんの発言の部分で言うとね、うん、朝日のデマ、うん、これはその通りですね。うん、これはその通りです。そういえばなんかほら、あの上村、元ね、この朝日新聞記者のこの上村さんのあの映画、あれでどうなったんでしたっけ、何でしたっけ、え、名前ど忘れちゃった、なんかありませんでしたっけね、被害者面で、あいつこそもうね、売国ど、ね、このなんかもう売国キングみたいなやつですからね。うん、それこそなんかもう精神的ね、もう全日本国国民にね、謝罪と賠償請求されておかしくないやからなんですけどもね、あいつこそ。うん、何を被害者面で映画まで作ってふざけた世の中だよな。うん、でまあそれはさておき、この成田さんですかね、まあ、高齢者は老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことをすればいいといった主張が物議を醸しているっていうふうに報じられてるんですよね。で、発言者が、まあ、この、さっき言った通り、イェール大学のアシスタントプロフェッサーっていう、この成田さんなんですけども、で、まあ、これ、なんだろうな、賛否両論っていうか物議を醸してるっていう風に記事では書かれてますけど、要は反日勢とね、ただ僕とかご覧になってる、うん、あなたのようなこの一般の日本国民とで、解釈というか発言が分かれてますね、綺麗に。要は叩きに行ってる人たちはもう変な話パヨったやつらですね。うん、だからなんとか大学の教授と か, なんかコメンテーターみたいな、うん、でもほとんどの人がこれ、ね、例えばこういう発言、ね、議論に、持ち込ませるためにちょっと過激なワードをこの使わなきゃいけないみたいな、そういうこの使い方をする人ってやっぱりいるじゃないですか。でもよくよく読んでみると、要はこの過去の功績を使っていつまでもその座に、要はこれ、ね、一番これなんだろう、その対象としてるのはやっぱりこの政治家連中ですよね。うん、政界、まあ、財界もそうか。うん、だからまあその、政治家連中、あとまあ企業の人間もそうかな、
まあ、いつまでたってもこのそこに居座り続ける、ねそういうのが多いじゃないですか、日本って。要は新陳代謝っていうんですかね、滞ってますもんね。だからまあそのなんだろう、そういう人たちがいつまでもこの重要なこのポストを、ね、この占めている、でそれが当たり前だと思っている、そこはやっぱ改めなきゃいけないじゃないですか。だからそれをその状況こそが危険であって、どうにかしなきゃいけないっていうことを、だからまあ主に多分政治家連中に向けて発した発言だったような気がするんですけどもね。だから重要な役職ほど、まあ本人の年齢と能力次第では、ね、さっさと引退して世代交代を進めていくのが当たり前っていう社会にしなきゃいけないっていうことが言いたかったんでしょ。うん。だからまあその、例えば高齢者のこの集団自決とかっていう部分のこの切り取りだけじゃなく、発言のね、そもそものこの本質っていうんですかね、言いたいこと、伝えたいことっていうのを含めたら、まあ、もうちょっとなんていうのかな、この同意も得られる議論に、ね、なってると思うんですけども、まあこの反日勢、ね、マスコミなんかを使って、ね、うん、そうじゃない方向に、けしからんと、頭おかしいとこいつ、っていう方向にもう、片付けかけてますよね。うん。だから見ればやっぱりこれ、ね、ああ、なるほどな、ってなるんですけどね。うん。ね、だからまあ言葉通りのね、だからそう考えるともうちょっとなんか違う表現があったんじゃないのかっていうのも確かにそうかもしれないですけど、結局注目されないとこの主張がそもそもこの議論にもね、あ、ならない。それじゃあなんかいくらこのね、真っ当な意見、ね、とかこの発言とか発信とかしていても意味がなくなってしまう。だからまあ少々この過激な言葉を使ってでも物議を醸したとしても、うん、っていう狙いだったと思うんですけどもね。うん。まあなんか一方的に擁護する意図はないんですけども。まあ僕はそういうふうにこの読み取れましたけどもね。で、実際このコメントなんか見させてもらうと、やっぱりほとんどの人が、ね、頼った連中は違うんですけども、だからマスコミの人間とかね、うん、はけしからんと。うん。一点張り。ね、そもそも言いたかったこと、伝えたかったことっていうところはもうガン無視して、うん。っていう感じですかね。なあ、もうこのパターンでもうよく、もう今までも何度も何度も繰り返されてきたことなんで、ね、今更驚きもしないんですけども、ね、相変わらずやっぱりこの反日勢が、ね、邪魔くせえなって、一番、うん、日本社会にとってのガンってやっぱそこなのかなって、うん。あとはまあ、やっぱりこの政治家連中は特にね、うん、いつまでもこうね、この利権、ね、権力にしがみついて、で、それ手放さず、ね、うん、お前たちこそが、時代遅れならまだいいですよね。うん、もうなんかその流れを思いっきりこの阻害してるじゃないですか。ね、橋の方でなんかこのコロコロひっくり返ってる分には全然、いやそれでも邪魔だな。うん。だからまあそういうこの高齢国会議員こそね、もう思いっきり足引っ張ってるんだし、ね、うん。変な話、このなんかいろんなところのこの要は IT 化とかのこの遅れなんかも、ね、こいつらが結構一番大きな原因じゃないかなってやっぱりそう思いますしね。うん、ね、とっとと若者に議席をね、うん、50代60代で若手なんていうそんな社会じゃしょうがねえだろうって思いますけどもね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。